皆さん、こんばんは。スプラトゥーン3のフェスが終わったということで、なんと、新しいお題は、もう、ないみたいなんですよ。スプラトゥーン3のフェスは、前回のグランドフェスが、ファイナルということで、もう、本当に悲しい。2年間ね、やってきたフェスなんですけど、まあ、楽しく、全部、俺泣きそうになっちゃった、今。なんか、何もまだ始まってないのに、ちょっともう歓喜極まってるんですけど、まあ、終わりみたいなので、スプラトゥーン3の方からですね、任天堂さんのチャンネルの方で、なんか、スプラトゥーン3、フェスの奇跡っていうタイトルでね、上がるみたいなの、俺は初めて、僕初めて見るんですよ。はい。で、ちょっと、みんなと一緒に見ていこうかなって思います。はい。いきます。グランドフェスや。うわ。なんかフェスの終わりって感じするよね。あ、これ最初のやつか。ああ、一番最初のやつだ。懐かしい。グーチョキパーのやつ。自分が何に入れたのかもわからない。あ、これもやりました。無人島に持っていくなら。そうね。自分が何投票したかもあんま覚えてないんですけど。これポケモンのコラボのやつだよね。懐かしい。ああ、甘いかったね、そういえば。そうだ。あ、ホワイト。俺ホワイトだった気がすんな、これ。実在するのはネッシー。あ、懐かしい。楽しかったな。力を求めました。 いいね。アイスかー。人生で大事なのはお金だ。 お金。これ俺勝った気がするな。富に入れた気がする。おお、リーダーここで決まったんだ。そうだ、あれ決まったんだっけ。でも風花ちゃんが勝ったのか。あ、この写真かわいい。風花ちゃんも打つ方も万太郎怖いけどね。 あ、お、出た、大判焼き。回転焼きは俺聞いたことなかったですね。休みの日は、まあ、やっぱスプラティンやってる人は一人でのんびりが多いんだよ。わあ。あ、これカスタードに入れて全然マッチしなかった記憶あるわ。懐かしい。絵が可愛い、絵が。ライブもいいね、この最後の感じ。ポテチ薄塩なんだ。あ、俺薄塩だった気がすんな。で、これが3月だったんだね、今年の。もう今年だよ。かわいいふわもこ。こう思うと毎月やってたね、スプラトゥーン。フェスを。もう終わりかよー。一日貸し切るならビーチが勝ったのか。俺遊園地だったな。最近だね、もう7月だ。そして8月直近だもん。お腹をいっぱい食べるならご飯か。そして最後のグランドフェス、大切なのは過去が勝ちました。おー、みんないる！すごーい！わー！お疲れ様っす、リミ連合も。ありがとう。本当にありがとう。俺ちゃんと最前列だよ。
最前列でやってる。最前張り付きしてる。ああ。これがフェスの奇跡か。終わり？